例えば皆さんが教会の礼拝に出席するその時の動機は何ですか？礼拝に出ないと神から見捨てられるかもしれないから出るんですか？皆さんこんにちは、松本明弘です。ガラテヤ5章一口サイズメッセージ、今日はその1回目です。前回は4章28節から31節までを通して、神の約束を信じたことにより誕生した者たちというテーマでご一緒に学びました。女奴隷ハガルから生まれたイシュマエルと、自由の女サラから生まれたイサクを対比したわけですね。そこから律法を行うことによって救われることを目指す生き方と、神の約束を信じることによって救われるという生き方、これを対比しました。私たちは神様の福音という約束を信じたことによって誕生した者たちなんだと、だから私たちは自由の子なのだということを確認したわけです。そして今日から第5章に入っていきます。パウロの手紙はいつもそうですけれども、まず神学的教理的な土台をしっかりと据えた上で、それはガラテヤ書においては信仰義人という土台なんですが、その上にだから私たちはこのような生き方をしていきましょうという実践編が始まるわけですね。ガラテヤ書の今日5章から学びますが、5章6章が実践編、そのテーマはキリスト者の自由ということです。では5章の1節をお読みいたします。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさい。キリストは私たちが本当の自由を得るようになるために解放してくださったんだ。この言葉から始まるわけですね。私たちは自由っていう言葉を聞くと、何をしてもいいの、どんなことをしても許される、そういう自由っていうふうに考えやすいと思いますが、そうではなく、ここで語られている自由、それはキリストに従うことを選択することのできる自由、そういう意味なんですね。こういうお話を聞いたことがあります。昔アメリカの奴隷市場で若い女性が売りに出されていました。自分はこれからどんな恐ろしい主人のところに売られていくのだろうかと思ってブルブルと震えているその若い女性を見て、一人の紳士が本当にかわいそうだと思い、なけなしのお金を払ってその女性を買ったっていうんですね。そしてその女性に対して、あなたはもう自由ですよと言ったというのです。しかしその女性は自由という言葉の意味がわからない。自由って何ですか？自由っていうのはね、あなたが行きたいところに行ってもいいっていうことですよ、そのように教えてあげたら、私がどこに行ってもいいのなら私はあなたの後についていきます、このように言ったというんですね。この人についていけば私は大丈夫だ、そのように彼女は考えたのでしょう。これが自由なんです。その時までは自分の行きたいところに行く自由がなかったんだけれども、誰についていくかを選ぶことのできる自由が与えられた、これが私たちの姿ですね。私たちは以前、好むと好まざるとにかかわらずサタンの奴隷、そして罪の奴隷、それをやめたいと思ってもやめることができない束縛された状態でありましたけれども、イエス様はそんな私たちを解放するためにご自身の命という代価を十字架上で支払ってくださって、私たちを解き放ってくださったんです。さて、自由になった私たちはどうするでしょうか。やった、自由だ、何をしても許されるんだということで、好き勝手にやろう、罪を犯そうという方向に行くのでしょうか。そうするならば、またサタンの奴隷、そして罪の奴隷に戻ってしまうわけですね。しかし私たちは分かります。私を命がけで救い出してくださった、
このイエス様のそばにいることこそが私にとって本当の自由、そしてこのイエス様に従っていくことこそが私にとって本物の自由であるということを理解したわけですね。旧約聖書の出エジプト記の中にもそのような記述があります。ユダヤ人の中にも借金を返せなくて、またはもしかすると泥棒に入って、その結果奴隷となってしまう人たち、奴隷になって自分の労力を使って借金の返済をする人たちがいました。しかしユダヤ人の場合、恵みの掟があったんですね。それは6年間一生懸命働いたら7年目に解放されるという決まりでありました。しかし中にはその奴隷が一生懸命働いていたその家の主人が本当に優しい人で、さっきの紳士のような人で、もうここから出て行きたくない、これからもここに居続けて働きたいと願うユダヤ人の奴隷も時々いたわけです。そういう場合はこうしなさいという決まりがですね、出エジプト記の21章5節6節に書かれています。しかしもしもその奴隷が、私はご主人様と私の妻と子供たちと愛しています、自由の身となって去りたくありませんと明言するようなことがあるなら、そのような奴隷がいたんですね。ずっとここで私は働き続けたい、そういう場合はどうするか。その主人は彼を神のもとに連れていく、それから戸または門中のところに連れて行き、霧で彼の耳を差し通す。彼はいつまでも主人に仕えることができる。ちょっと痛そうですけれども、霧で耳を、おそらく耳たぶですね、それを門中のところに行って突き刺すという儀式をするんですね。うわ痛そうだなと思うけれども、これ結構今やってらっしゃる方が多いですね。これがピアスの走りなのかなと思いますが、私は痛いの嫌いですからそういうことはしていないんですけれども、これがこの当時のですね、私は自由意志でこの主人のしもべとして働き続けますという時の一つの印だったわけです。今日私たちはキリストのしもべになる時にわざわざそんな儀式はしなくていいんですが、しかし心の中では私は自由意志でこのイエス様に従っていきたい、このイエス様のしもべであり続けたい、それこそが私にとって本当の自由の姿なんだっていうことを知っている者たちなんですね。もう一度ガラテヤの5章1節に戻りますが、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝を負わされないようにしなさい。せっかくキリストが命がけであなた方を解放してくださったというのに、もう一度奴隷の首輝を負わされるようなことがあってはいけない。この場合の奴隷の首輝とは、これまでずっと話題になっている立法主義的な奴隷の首輝という意味ですね。2節、よく聞いてください。私パウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方に何の益ももたらさないことになります。ここで割礼を受けるならと言っていますが、これは救われるために割礼を受けるならという意味ですね。つまりキリストを信じることだけでは足りない、それは重要なことだけども、それプラスアルファとして割礼を受けるならという意味です。まあ、今日救われるために割礼を受けますっていう日本人はまずいないと思いますが、例えば今日であればどういうことでしょうかね。キリストを信じるだけでは足りないから、プラス洗礼を受けることによって私は救われますというならば、ということに似ているかもしれません。今日も洗礼を受けたことによって私は救われたと思っている人たちが多いかと思いますが、聖書の真理は信仰によって救われるんです。ですから救われるために洗礼を受けるんじゃなくて、信仰によって救われたから、その救われたということを公に表明するために洗礼を受けるわけですね。3節、割礼を受けるすべての人にもう一度はっきり言っておきます。そういう人は律法全体を行う義務があります。
割礼はたくさんある掟の中の一つなんですね。で、一つ守ったらいいっていうんじゃない。もし技による救いを求めるのであるならば、613ある中の一つではなくて613すべてを守らなければなりません。なぜならばモーセの律法というのは統一体だからですね。以前も読んだことがあると思いますが、ヤコブの2章10節をもう一度お読みいたします。律法全体を守っても一つの点で過ちを犯すなら、その人は全てについて責任を問われるからです。ですから、もし律法によって救われるという道を選ぶなら、それは大変なこと、まあ現実的には不可能なことなんだと語っているわけですね。4節、律法によって義と認められようとしているなら、あなた方はキリストから離れ、恵みから落ちてしまったのです。つまり、律法を行うことによって私は義と認められようとしているということは、キリストの十字架復活の救いの御業は私を救うに十分ではなかったという、キリストの御業に対する侮辱でもあるということです。5節、私たちは義とされる望みの実現を信仰により御霊によって待ち望んでいるのですから、私たちは義とされる望み、私が神の御前に義とされる、無罪判決を受ける、その望みはどれだけ私が頑張ったかによってかかってくるものではない。それは信仰によるんだ。そして信仰によって救われた者たちの内側に住んでくださる聖霊によって私は義と認められるのだということをパウロはここで再び語っています。6節、キリストイエスにあって大事なのは、割礼を受ける受けないではなく、愛によって働く信仰なのです。ここが今日の結論ですね。だから大切なのは割礼受けるか受けないか、そういう問題じゃない。一番大切なのは、あなたの自由を何のために使うか、それは愛によって働く信仰なのだと言うんですね。愛から出ているのか、律法であれば恐れから出ているんです。これを守らないと私は罰せられるかもしれない、これを守らないと私は裁かれるかもしれない、それが怖いから私はこれを行いますというのが律法なんですが、私たちは自由人ですね。ですから自由人であるということは、律法を恐れて何かをするのではなくて、愛しているから、神を愛しているから、隣人を愛しているから、私はこれをするのだという姿勢になっていく。それをここでは愛によって働く信仰と呼んでいるわけですね。例えば皆さんが教会の礼拝に出席する、その時の動機は何ですか。礼拝に出ないと神から見捨てられるかもしれないから出るんですか。それとも信仰によって救われた、その喜びのゆえにもっと神を知りたい、もっと神を礼拝したいと思って行かれるのでしょうか。同じその礼拝堂に座っているという行為であったとしても、動機が全然違ってくるわけですね。ある女性が律法という人と結婚していました。大変な結婚生活でしたね。この律法という夫から、まあ、25項目からなるトゥードゥーリスト、何項目でもいいんですけども、25項目からなるトゥードゥーリストを手渡され、いいか、私が今晩帰ってくるまでにこれを一つ残らずしっかりやっておくように、もし一つでもやっていなかったら大変なことになるよ、なんて言ってですね、夫が出かけていく。うわー、急いでやらないと、これとこれとこれとこれ、ああもうすぐ夫が帰ってくる、間に合った、ギリギリセーフという毎日だったわけですね。もう大変でした。しかし幸いなことに、その律法が死んだんです。まあ喜んでいいのかどうか、とにかく今度はですね、自由になったその女性はキリストと結婚したんです。すると毎日が楽しくて楽しくてしょうがない、早く夫は帰ってこないだろうかと夫の帰りが待ち遠しい、
そしてそんな風にして家の中の仕事をしていて掃除をしていたら、あ、なんだこれって出てきたのが以前のトゥードゥーリスト。うわー、嫌な思い出、そういえばあんな時期もあった、こんなことやらされてたと思って見てみたら、あれ、全部今私やってるじゃないということに気がついたということですね。あの時はこれをしないとこんな裁きがあるということを恐れてやっていたんだけども、今はこれをしたらあの方が喜んでくださるだろうかということを楽しみながら愛のゆえに行っている自分に気がついた。これが私たちの目指すべきクリスチャン生活ではないかと思います。そのことをここでパウロは愛によって働く信仰、このように呼んでいるんですね。これがキリスト者の自由です。それではこの続きは次回お話ししたいと思います。ありがとうございました。